HFM サンモールライブオンレディオ、本日のゲスト、サウンドホライズンレモ様どうぞ。広島といえばここに行ってみたいななどというところがありましたらぜひと。行ってみたいなと思いつつ行けてないところがありまして、ほう、あの鳥居が海に埋まってる系のところあるじゃないですか。あの出てる時もあるのかな、出たり埋まったり出たり埋まったりしてる宮島でございますね。そうですね、はい、宮島の鳥居で日本のモンサンミシェルみたいになってる流れのところについての質問ということでですね、はい、まあ、ステージ作品作りの際、シンガーミュージシャンなどどうやって決めているんでしょう、どうやって知らったりとかしていくんでしょうかと。そうです、もう決まったやり方はね、あんまりないんですよ、サウンドホライズンって。もう最終的にできればよしっていう主義なので、だからやり方にこだわる必要は全くないなと。仕上がりにこだわるべきだと。どういう風にやったっていいんだよね、全然。そこも自信があるので、サウンドホライズンでしかありえないので、最終的なアウトプットは詩とメロディー、どちらを先に作っていかれるのでしょうかという質問でございますが、まあどっちでもいいやっていう感じですもう最終的にできれば何でもいいなっていう、それも感じなんですよ。なるほどね。サウンドホライズンのレボです。今日のイベント非常に熱かったなと。すごい前の方まで人がいて、さらに奥の方までずっとつながっていたのでびっくりしました。あと近っと思いました。まあ、このようなイベントをまたやれたら楽しいなと思ってます。よろしく、広島大好きです。サウンドホライズンのレボでした。